どうも、激辛ラッチャです。今日もみんなの心に火をつけちゃいます。やっていきましょう。はい、というわけで、今回ですね、京都にある激辛商店街といってね、もういろいろ、あのなんかここあたりにはいろんな激辛料理があるんですけども、今回はその中でも、比較的有名な、ミンミンさんっていうね、辛いチャーハンがあるということで、今回ここに挑戦していきたいと思います。でね、一番辛いね、死神チャーハンっていうのがあるんですけども、いきなりそれにはちょっとチャレンジさせてもらえないんですけども、今回は辛さレベル3、これをクリアすると死神チャーハンの挑戦権を得るということで、まあ、今回はね、この辛さレベル3をちょっと食べて、死神への挑戦権を獲得したいと思います。はい、楽しみです。ふぅー、早速、お店に行きましょう。レッツゴー。それでは早速中入ってきたんですけどもね、これメニュー表にありました。はい、一応ね、これチャーハン以外にもね、激辛メニューが、たくさんあるんですけれども、なんか激辛中華丼、激辛チャーハン、激辛味噌ラーメン、激辛担々混ぜ麺、はい、いやー、あとエビチリとか、本当にこう辛さに特化したような、すごいですね。で、これもね、全部辛さレベルが選べます。で、こちらを見るとありましたね、ミンミン激辛ランキングということで、激辛1位死神チャーハン、激辛2位生き殺しチャーハンというところでありますけども、一応ね、今回食べる、チャーハンに関してはハバネロが、使用されています。レベル3を完食すると、この死神チャーハンを食べる権利を得るということで、はい、こちらが激辛チャーハン辛さレベル3。いただきます。さあ、ミンミンさんの激辛チャーハン辛さレベル3、お手並み拝見ですよ。おいでやす。じゃあまずちょっとスープからいきましょうかね。これは卵スープですね。優しいね。うん。そして問題のこのチャーハン、なんかちょっとこのキムチチャーハンみたいな感じですね、これ。あー、美味しいね。うん、美味しいです、美味しいです、美味しいです。辛っ。あー、うま辛チャーハンとかですね。普通のちょっと辛いキムチチャーハンにこう毛が生えたような、ちょっとそれぐらいの辛さが美味しいですね。まあまあ、口が甘える。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ミンミンさんの激辛チャーハン、辛さレベル3、辛さレベル、これちょっと長いですね。辛さレベル3の辛さレベル、じゃらららららじゃ、辛さレベル6です。はい、玉ねぎを使ったこうね、鋭いちょっとガツンとしたこう辛みがあるんですけれども、これね、キムチの風味が入っていて、ちょっとキムチチャーハンのような味わいですね。まあ、キムチだと思うんですけども、キムチチャーハンの味わいで、非常にこの辛みが、より食欲を増進させる、潤滑油になってね、サクサク食べれました。美味しかったですね。はい、まあ、これぐらいの辛さだったら、まあね、まあ後でお腹痛くなるようなことはないんでね、まあ、激辛好きにはまあちょうどいいかなと、こういった辛さでございます。で、これですね、
激辛挑戦券ということでこちらの方を、いただきました。でこれを、次回提示すると、死神チャーハンとか、いろいろチャレンジできるということでね、はい、いろいろ飲ますよ、はい、で今日はちょっともうお腹いっぱいなんでごめんなさい小食なんでね、実は、はい、なんで、まあ、ちょっと2週間後ぐらいにまたこちら、夜祭があるんでね、その時に、この死神チャーハン、挑戦していきたいかなと思います。次回に向けて、激辛武者修行していきたいかなと思います。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログも更新してますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。おいでやす。